どうもラボチンです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。オーブの簡単な入手方法を教えてくださいということだね。いろいろと試してみたけども、これが簡単に入手できるかなっていうやつをご紹介します。今ちなみに、64万レッドオーブかなは持ってます。これかなりの数だと思うんだけども、これどんぐらいだ、15分ぐらいで集めました。まあ、5分あれば20万ぐらいオーブを集めれるので、これは超おすすめです。やり方なんだけども、まずは、敵をね、この飛翔攻撃でワンパンで倒せる場所っていうのを探してください。レベルが300になるとどこでも行けるんだけども、250ぐらいでも行けるのかな。もしかして、200とかそれ以下でやるときは自分よりレベル高いやつがいてワンパンで倒せないこともあるので、ワンパンで倒せる場所っていうのを探してください。ちなみに俺はここだね。北山脈のダージリンコ、ここでやってます。このカメハウスの周りあたりでもそこそこもらえたので、そっちでもいいんだけど、まあ、とりあえずここでやってます。でフィールドに入ると、この宇宙船とか要塞があるでしょ、この周りで、敵を倒していきます。この周りで必ずね、どこでも絶対敵が湧く場所っていうのがあるのよ。その敵が湧く場所を探してみてください。なんか嫌だな、さっさと片付けちゃうか。ワンパンでね、倒せるようにしてくださいね。あ、ここだな。今倒し終わった後にすぐにね、湧いたと思うんだけども、それをね、探してください。ここはこの木の上にどうも湧くみたいだね。湧く場所が分かったならば、そこを上下移動するだけです。そうすると5秒に1回ぐらい敵を倒せるので、5秒に1回4237オーブ、ゲットできます。めちゃくちゃ美味しい。なんか嫌だな。まあ、とにかく今ちょっとミスったけど、敵がね、必ず湧く場所がこの宇宙船と要塞の周りにはあるので、そこを探してこの行ったり来たりをして倒しまくりましょう。今ちょうどいい場所かな。こういう感じで倒しまくってみてください。さっさと片付けちまうか。まあ自分よりもね、レベルが低すぎるところだったらば、オーブの数がねちょっと減るのよ。1000とか2000しかもらえないところも出てくるんで、できれば4000以上、まあ、5000もらえるこことかはすごく優秀なんだけどね。それぐらいもらえる場所を探してください。であとは、さっき言った通り宇宙船か、要塞の周りだね、に必ず湧く場所があるので、そこを見つけて、上下行ったり来たりして倒しまくってください。そうすると、だいたい5分で20万。いや、もうちょっともらえられるな。5分でね、30万ぐらいもらえるかもしんない。場所が分かってさえすればね。なので、まあ、10分ぐらいこれをやり続ければ、だいたい全員のスキル覚えきれるので、やってみてください。あ、で、ちなみにここで入手できるのは、赤、青、緑だけ。です。他のオーブは、強敵を倒さないと入手できないやつとかあるので、そういうのは強敵を倒してください。まあ、そんなにね、必要な数じゃないので、まあ、強敵を一周倒しきれれば、もう全部ね、溜まると思うので、はい。やってみてください。まあ、とにかくね、この場所、探してみてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なんか